皆さんこんにちは、パクセルンです。ここは栃木県の日光市。後ろにあります、これね、見えてるかな？これか。これが、東武日光線の東武日光駅なんですけども、さっきね、電車で東武日光に着いたんですけど、その手前でね、JR 日光駅をまたぐんですよ。で、そこで超珍しい列車がね、ちょっと日光駅に止まってましたんで、急いでね、今日光駅に向かってるんですけど、今日はその、珍しい列車を皆さんにご紹介したいと思います。よろしくお願いします。こちらにありますのが日光ステーションホテルクラシック。結構ね、日光の中でも由緒正しい、まあ、かなり歴史の長い高級ホテルです。まあ、日光金、なんだっけ、中禅寺金谷ホテルとか言いましたっけ、そういう金谷ホテルシリーズも、まあ、結構日光の中ではかなり重要なホテルではあるんですが、日光駅から一番近い高級ホテルというと、この日光ステーションホテルクラシックになります。そして、その蓮向かいにあります、こちらが、これですね。これが JR 東日本日光線の日光駅です。昔はね、かなり東武鉄道とドンパチ、日光のシェアの奪い合いをやってましたんで、かなり駅前も豪華です。まあ、駅前っていうか駅舎ね、駅舎も豪華になっているんですが、しかし現在では1時間に1本程度、4両編成の短い列車が到着するのみになっています。1軒を買って日光駅の改札の中に入ってきました。で、その珍しい列車というのが、これです。E257 系0番台。団体という幕を出していますけども、これは日光集約林と言いまして、これは日光にやってくる小学生の修学旅行団体ですね。それをまとめて何校か複数の学校をまとめて乗せて、そしてこの日光までやってきた、そういう列車になります。これ運行がかなり不定期になってまして、しかも今コロナ禍で修学旅行を中止にする学校が多い中、今運転されてるんですけど、動いちゃうかな、信号開通してるから動くわ。ああ、ちょっとね、なかなかこういう長編成の列車がこの JR の日光駅に着くっていうのは珍しい光景ですよ。まあ、四季島が定期的に来てますけど、でもこうやって修学旅行用のね、もともと中央線で特急列車として走ってたような車両が来るとはちょっと僕もね、予想してなかったんで、いやー、いいものを見られたような気がします。これだけのために150円払ったら、なんか別にこれだけのために150円払いましたけど、一瞬で出てきますけどね。これどこまで改装されるのかな。あ、もう、あ、みんな乗ってんのか。もうみんな乗ってるの。ちょっと手を振ってみましょうね。グリーン車誰も乗ってないわ。まだ1時半ですけど、もうこれから帰るんだな。どこに行くんですかね、あれ。なかなか珍しい列車を見ることができましたよ。もう本当はもうちょっと日光駅に早く行きたかったんですけど、まあ仕方ないです。いやー。中央線時代にね、山道なんか腐るほど走ってきましたから、この日光駅を出発してすぐの急勾配ぐらい、257系にとってはどうってことないです。大本命の列車がもうね、動画の冒頭もうすぐ行っちゃいましたんで、ちょっとあんまりこの動画もね、ちょっとそれなりに長く、したいので、ちょっとあれなんですけど、結構ね、この日光っていうのは、まあ、日光東照宮とか、まあ、輪王寺とか、二荒山神社、それから、まあ、華厳の滝とか、中禅寺湖とか、そういった観光地がたくさんあるようなところですから、特に首都圏、東京、神奈川、千葉、埼玉らへん、多分茨城とか群馬もね、ここに来ると思うんですけど、この日光というのはかなり首都圏の小学校の修学旅行の行き先としては定番のところです。僕も小学校6年生の時、2014年の10月だったかな、その時にね、学校の最寄りの駅から一泊合計でしたよ。その時は一泊合計と団体臨時列車に乗って、この日光までやってきて、一泊二日でした。一泊二日で、ここの日光までやってきて、それでね、最初どこ行ったんだっけな、最初にね、なんか華厳の滝を見に行って、その後バスでいろは坂を登って中禅寺湖の横を通って戦場が、いやー、ほんとね、久々に修学旅行人なんか見ましたよ。僕もね、地元の方で修学旅行人ってたまに来るんで見るんですけど、その何、修学旅行列車の行き先で見るのは初めてですよ。いや、もうなんかね、一瞬でもうなんか僕が日光駅に着いてもうすぐ出てっちゃったんで、いやー、ちょっとね、これはミスりましたね。もうちょっと早く日光に来てれば
まだマシだったかもしれないけれど、いやーこれは失敗ですよ。ああこれ150円もね、まあ、2時間入場券で有効なんですよ。だから15時27分まで有効なんですけど、僕15時27分にはもうあのとっくにね、あの出発してますんで、あの日光、東武日光からあの特急で浅草の方に向かいますんで、あの こんな持っててもしょうがないわけですね。なんで別にあのもう用事もね、その14時55分までないから、ずっとなんかこの辺で喋っててもいいんですけど、日光はね、あの四季島も来るようなそういうところなんですよ。だから割とそういう団体臨時列車が来るような行き先としては JR 東日本の中ではメジャーな駅です。ツアー用 そのなんか日光に日帰りであの6号5系って超豪華なね、あのお召列車とかで使うようなやつがいるんですけど、まあ、それで日光観光に行きましょうツアーとか、なんかクラツーとかやってますけど、とかそれからまあ四季島、それからあとは、なんだっけ、その公開みたいな修学旅行輪、もう今ではね基本的に一般号機使ってないですね。もう引退しちゃったし、踊り子の運用からも。なんで今は基本的には、E257 系の5両編成の500番台もしくは、今、お見せしました9両編成の0番台、このどっちかが基本的には使われるということになっております。で257系の方もね、今東海道線で特急踊り子号として何本か使ってますけど、あのこういうね修学旅行用 の運用っていうのがありますし、それからあの中央線特急としての運用も残ってますので、あの一応臨時でね、あのゴールデンウィークとか年末年始とか、あの毎週末走ってたりもするんですけど、あのそういうところで、0番台 その武田菱の編成なんかも、現在も残されております。なんかでも3本あったうちの1本がなんか改造されてるらしいですけどね、長野で。いや本当にね、あの日光駅って基本的にあの毎時1本しか電車来ませんから、電車が来ない時間帯ってめちゃくちゃ何も、本当にねこうやってあのスズメがチュンチュン鳴いてるぐらいしか音がしないんですよ。あとはあの向こうのねすぐ これかこれがね、あの東武鉄道の高架橋で、こっち側にすぐ行ったところに東武日光駅のホームもあるんですけど、その東武日光駅に出入りする東武電車、あの東武の方がどっちかっていうとやっぱり JR よりも本数が多いので特急もあるしね。なんであのやっぱりその東武のあの何特急とか急行電車とかが出入りするような音ぐらいしか日本的に日光駅に電車が来ていない時に、聞こえる音はありません。あとはまあこの道路のね向こう側の、さらに道あの東武 あの線路の向こう側にまた道路があるんですけど、まあ、そこを通る車の排気ガスの音とか、あとこういうやつ、JR 日光駅をご利用くださいみたいな、こういう放送ぐらいしか、日光駅で聞くことができる音はありません。ただね、やっぱあの四季島が来るところですから、あのその何やっぱ JR 東日本の一番豪華な列車なわけじゃないですか、四季島って。皆さんも言わなくても分かると思うけど、なんでもう四季島が来るっていうのですごいね、日光駅もそんな完璧なリノベーションをしたとかいうわけではありませんが、しかし例えば四季島があのここのホームにこの一番線について、そしてあの乗客で皆さんの余ってるという時に、例えばそのタイミングであの別の列車がね、一般の営業列車が日光駅に到着するという場合には、あの一番線をねその四季島が塞いでますんで、じゃあ普通列車は向こうの2番線についてくださいねということが結構あります。ですからまあなんだろうな、昔ほどのなんかなんていうの、あの元気さっていうのは、まあ、正直もなくなっちゃいましたけど、でも今でもそうやって、まあ、豪華な列車とか臨時列車とか団体列車とかそういうのがつきますから、そういう時はねなんだかんだ昔のその明治時代大正時代ぐらいの、まあ、昭和初期もそうかな、戦前ぐらいまでですかね、それぐらいまでの豪華絢爛でなおかつにぎわいのあったそういう日光駅の様子を、まあ、見ることができるんじゃないかなと思います。少なくとも修学旅行用の臨時列車が来てる時なんかね、小学生のにぎやかな声がこの駅構内に響きますんで、まあ、もしかしたらあの先生にお前ら黙れって言われてるかもしれないけどね、あの見ることができますから、まあ、結構その頃の風景なんかも見ることができていいかもしれません。ちょうどねあそこから今あの新栃木かな、ちょっと見なきゃ分かりませんけど、普通列車のどこ行きだろう、新栃木行きっぽいですけどね、東武電車の、普通の電車が、東武鉄道の普通電車が出発していきましたけど、本当にねこういうあの東武鉄道の電車が走んないとね、結構こういう大きい音はね出ないんですよ本当にね。すげえ止まりそうなスピードだな。
今あそこで東武鉄道の普通電車が音を立てながら東武日光駅に入ってくるところですが、今回はこの日光駅にやってきました、修学旅行用の臨時列車、いわゆる修学輪の答えについて皆さんにご紹介をしました。といっても本当にねちょこっとしか多分ね冒頭のね2分も出てないんじゃないかな、それぐらいしか皆さんには紹介できなくて、もうほとんど僕の顔ばっかり映ってたようなそういう動画になっちゃいましたけど、皆さんもぜひ、修学旅行用のね、臨時列車、特に在来線だけじゃなくて、特に中学校の場合だと関東圏は結構京都奈良に行くことが多いのかな、僕もね修学旅行は京都奈良でしたけど、東海道新幹線とかね、あとそれから東北新幹線とかでもあるかな、いろんな新幹線とか在来線、私鉄はあんまないですけど、そういう修学旅行用の臨時列車というのが運転されておりますので、特にこれからの時期はそういうのが増えるんじゃないかな、コロナですけどね。なんで皆さんもぜひそういう列車見てみに出会ったら、この列車どこに行くのかなとか、これから特に例えば日光にこれから行くんだったらいいんですけど、日光とか京都とかにね行くんだけど、例えばこれから日光から戻ってきました、これから小学生をじゃんじゃん下ろしていきますみたいな、そういうところだったら、じゃあこれからどこの駅で小学生子供を下ろすのかなとか、そういうのをね予想してみるのも結構個人的には修学旅行用の臨時列車を見る楽しみなのかなというふうに思いました。あの列車はどこに行くやつなんですかね。僕最初はねこんな動画撮るつもりなかったんですけど、あそこをね電車で通ってる時にいきなりあれが257系がここに止まってたもんだから、もういきなり突発で動画撮り始めちゃったんですけど、というわけで、修学旅行用の臨時列車のご紹介でした。ご視聴ありがとうございます。